皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。第106回全国高校野球選手権大会第1日、開会式7日甲子園。開会式が行われ、智弁和歌山の主将、辻局用外野手3年が堂々と選手宣誓した。写真、智弁和歌山の練習に参加し、金言を授けたイチローさん。努力したとしても報われるとは限らない。 しかし、努力しなければ報われることはないは、かつて同校で指導を行ったマリナーズの会長付き特別補佐兼インストラクター一郎氏、50から伝えられた言葉だという。レジェンドの金言を先生に込めた。約3分間にも及ぶ先生を読み上げた後、報道陣の前に姿を現した辻は、100周年を迎えるという光栄な舞台でしっかりと自分たちの夢を伝えることができてよかったと、 の表情を浮かべた。同校では初、和歌山県勢では51年の和歌山賞以来、73年ぶり3人目となる大役に、智弁の文字をプレイ以外のところでも見てもらえるというところで誇りを持って言えた、と胸を張った。6日のリハーサルでは途中詰まる場面もあったが、本番に強いタイプなのでと見事大役を成し遂げてみせた。XQTwitter 上では、 これが高校球児の答えや、素敵でした、などと絶賛する声が、選手先生がトレンド入りし選手先生見たかった、お昼休憩の時にゆっくり見よう、という投稿も見られた。先生の全文は下記の通り、先生僕たちには夢があります。ここ甲子園で日本一になることです。100年前、この地に甲子園球場が誕生し、それ以来、 全国の球児はここでプレーすることを夢見てきました。多くの偉大なプレーヤーたちもその思いは同じでした。青春のすべてをかけてユニフォームを真っ黒にしながら汗も拭わずひたむきに発球を追いかける先輩たちの姿は見る人たちを感動させいつしかここ甲子園は聖地と呼ばれるようになりました。あれからちょうど100年たった今僕たちはここに立っています。 僕たちには夢があります。この先の100年も、ここ甲子園球場が聖地であり続けること。そして、僕たち球児の憧れの地であり続けることです。努力したとしても、報われるとは限らない。しかし、努力しなければ、報われることはない。この言葉に励まされ、僕はここに立つことができました。そして、これからもこの言葉を胸に、 最後ままで戦い抜いてい抜てきますこの聖地で思う存分プレーできることに感謝を忘れず僕たちのプレーが多くの人々に希望と勇気と感動を与えられることを願って全力でプレーすることを誓います。令和6年8月7日選手代表智弁学園和歌山高等学校野球部主将辻局用どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。